プロゴルファーの福山です。今回はですね、アイアンが振っても振っても飛ばない人について説明したいと思います。まずアイアンが飛ばない人っていうのは、このインパクトの時にロフトを寝かしているっていうことがあります。ロフトというのはここの角度ですね。これ今7番アイアンですけれども、この普通に構えるとこのロフトですね。そして実際に当たっているロフトっていうのはハンドファーストになっているはずなので、これぐらい立っていますね。これぐらい立たせるのが本当の7番のロフトになります。なので打っていくときに、アマチュアの方スピードを上げるっていうことを、このヘッドを速く振るっていうふうに思っている人が多いと思います。この間、投稿した動画にもあるんですけど、こっからこう右手で押す、このように押すような動き、えいっ、ボールに対してぶつける動きっていうのは、結構右利きの人も多いと思うので、右利きの人がこのボールに対していったら右手をかなり使います。ぶつけようと思ってスピードを上げようと思うと、これね、押してしまいますね。押してしまうとヘッドっていうのはリリースします。なのでこういう動きを入れると自分では振ってるつもりになるんですね。かなりスピードを上げて、これなら距離出るだろうと思ってカッていって、スピードがついたと思いきや、実際に当たる時のロフトは寝てしまうんですよ。なので実際7番でも8番アイアンのロフトで当たるとか、まあひどい時は9番アイアンぐらいのロフトで当たっている人もいると思います。なのでヘッドスピードを上げても実際のロフトを寝かしてしまっては全然前に飛びません。本当にやんなくてはいけないのは、ここから左足リードといって、僕がいつも言っているこの左ポケットが左斜め上方向に動く、この動きがゴルフの全てです。ゴルフのエンジン部分はこの左足にかかっています。このようにトップを上げたら、この左足がリードされることによってこのクラブが降ります。そうするとこのクラブは押さないで、しっかりこの形をキープして足によって引っ張っていきますね。引っ張っていきます。そうすると引っ張ってくると、正面から見るとこのような形で降ります。そうすると当たった時にはハンドファーストといって、このようにちょっと斜めになりますよね。そうすると実際のロフトが立ってきます。でこのまま抜けてフィニッシュをすることが、アイアンの距離が出るということになります。皆さんヘッドスピードを上げたり衝撃を強くすれば飛ぶっていうふうに思ってると思うんですけれども、まあ、実際僕も思ってましたから、昔20歳ぐらいまでずっとそれでやってましたね。ここは飛ばさないとって思った時に腕に力を入れてヘッドを早くバッて振るっていう、こういう動きすると上にバック上がっちゃって全然飛ばないんですね。なのでしっかり左足リードをしてロフトを立たせる、これが大事なんですね。ハンドファーストでインパクトを迎えるということです。でこういう人に限ってインパクトの形っていうのを、このアドレスのこのまっすぐな形に戻してやろうっていうふうに思っている人がいると思います。これも間違いです。そして、このように、ま、インパクトの形か、ま、腰を回してこのようにインパクトのこのまっすぐに合わせようっていうのも間違いですからね。しっかり左足が行って手元がこのように前に来ます。そしてインパクトを迎える、これが正しいインパクトです。このような形、今の僕の形をイメージして今作ってみてください。そして大きな鏡で見てもらって、僕と同じ形をしてるか見てみてください。で自分では結構この形をしてると思っても、大きな鏡で見るとこれぐらいになってたりします。あ、これぐらい、こんなにハンドファーストなんだっていうのを、実感してほしいんですね。なので大きな鏡で自分の動きを理解するっていうのが大事です。動画だけでレッスンすると難しいのが、本当に僕の言った動きっていうのがちゃんと実践できているかっていうのが問題なんですね。なのでこの動きをやっているって思っても、これぐらい残しの動きしかしていなければ、なかなか僕の言ったこの形になってこないと思うので、しっかり鏡で確認するようにしてください。
トップから腕をこうやって下ろしちゃダメですからね。左足リードでそのまんま来るとこのような形になります。で、多分自分でこの形を作るとなんだこの形はってなるはずです。今まで腕を振ってる人のこういう感じと全然違う感じですね。もうスライスしそうな感じがすると思うんですけれども、これが本当のインパクトです。で、ここから左足がリードすることによって腕が振られてフィニッシュ、そしてしっかりボールが飛ぶということになります。ですので、アイアンが飛ばない人はロフトを自分で寝かせてる可能性があるので、しっかり左足リードをして手元を引っ張ってきてあげましょう。そしてロフトを立てて本当のアイアンの距離を飛ばしてみてください。ちゃんとインパクトでハンドファーストができれば正しいアイアンの距離になると思うので試してみてください。そういう時にしっかりキープできるかっていう、あ、OB あれだ、バンドが